やっぱりね、みんなが困ってる人も助かるな。助かるね。例えばうちみたいで何うまい食べ物、買い食べ物欲しいとか、はいはいはい、でも6個買ったらいいよとか、いいね、自分ね、見て選んで、はい、っていうね、ともみもほん、ちょっと見にくいな。ちょっと看板に行った方がいいな。看板の方がいいね。まあいろんなあのアジア系の、アジア系の食料品。そう。御神島から来てる日本お客さんが、日本人のお客さんが来てますし、うん、辛いもの好き人は向こう入りますね。だってこういうね、マンゴー普通は。広いやつね。これ、うん、だって普通日本とか売ってないからね、こういうね、こういうマンゴーとか。これ何マンゴーやろな。酸っぱいは大好き。みんな酸っぱい大好き。酸っぱい大好き。ね、ここら辺はカンボジアとベトナムな。フィリピンさんもいます。フィリピンもね。フィリピン友達よりも教えたよ。ああ、これまあアジア、東南アジアですね。タイ、ベトナム、いろいろタイ、ベトナム、カンボジアね。ミャンマーは今ちょこちょこ冷凍にいます。こういうミックス作る、すごいね。ミックス作って。これ自分作った？これ自分で作った。うん、はい。すごい。これミックスも欲しいなって。欲しい？うん。ここだ。もう25。ああそうだ。聞いてからね。元々は全然知らなかったで、わからなかったで、やっぱり日本の生活っていうか、あるし。มีหม้อหมูกระทะด้วยนะเพื่อนๆดูดิราคาเนเซงลบประเกินหัวจะยืน 2,680 เยนเท่ากับเท่าไหร่เกือบพันกว่าบาทบ้านเราเนาะโอ้อยากได้นี่อยากได้เนี่ยไปทำหมูกระทะนี่อะไรเนี่ยこれめっちゃ重いだから。これ重いのやつ。これは石から作る。めっちゃ重い。でもすんごい丈夫だな。จะหน่อไม้ดองไม่ใช่หน่อไม้ธรรมดาเนาะหน่อไม้เอาไปแกงหน่อไม้ก็ได้มาพอชิมอ่ะหน่อไม้ไม่มีหน่อไม้นี่ต้องเอาหน่อไม้กระป๋องไปเท่าไหร่เนี่ย
298เยนเท่ากับประมาณ100กว่าบาทบ้านเราเนาะこれよう売れてます。おお。なんじゃ。これ酸っぱいね。の前丼。そう、これすごく臭いけど美味しい。美味しい。そう。魚と煮てね。そう。臭いけど美味しい。そう。魚があれ鶏肉。鶏肉。うん。鶏肉とか。あのスープですかね。自分好きけどね、周りの。ああ、ちょっと匂いしますけど。一回ぐらいいいか。一回ぐらい許してくれ。食べたい。食べたい。ほんで、八王子とかね。おー、シャオミレルね。ねえ。くんくんちゃん、わんにーめたじゃすー。八王子もありますよ。のまいどーん、わかのまい、ぺいけんなじゃ。ぺいけんよ、ぺいやんぎれ。すごい厳しいよ。これがね。うん。すごい。薬品な。匂いとかどうやろうな。でもこれは卵焼きとか一緒に入れるでしょ。うん。こんな匂いせんない。あのこれとあれがいいコンビ。みんなピンコンくれな。臭い。これめっちゃ臭いだよ。うん、でもこれ。県の前と一緒になったら美味しい。なあ。それでキノコとか、うん、そのキノコを入れたらめっちゃ美味しい。うん。店開く前に、うん、なかなか買えないよこれは、ね、でしょ。名古屋まで行くのよ。そう。ほんで臭いやんか。こんなでいい。なぜあのパクチーも臭いぞ。もうあれやめられない。そう。パクチーこんなだ買ってまだあるよな。うん、ねも美味しいな、これ。うん。ねも美味しい。250円。くざいものばっかり。Thank you.
また10月頃にイベントをやる。またライブ撮って、うん、10月10日予定は、これが毎日、はい、場所がまだ決定決まってないんですけど、うどんの間みたいにこう歌って、うどんって、ミスって言うんだよ。